何グラ、ハッシュタグ何グラ、何グラ、何グラ考えるよ。何グラでいっか。ついた。OK。間違えた。めい。こんばんは。ここで弾くっていう。こんばんは。これ何グラって書いた方がいいか。ここにも。テロップ。アジュタグ。何グラ。萌えセリフ？萌えセリフ？萌えセリフ？クリスマス萌え。ゼリフフ考え中。これ入んのかな。あ、入る。クリスマス萌えゼリフ考え中。オッケー。なんかやばい、みんな今日までやで。キュンゼリフ、萌えキュン、萌えキュンね。萌えキュンね、オッケー。萌えクリスマス萌えキュンセリフ考えちゃう。オッケー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 。今日までやん、どうしようかな。皆さんこんばんは。こんばんは。めっちゃ咳払いしちゃった。こんばんは。そう、クリスマスにちなんだセリフなんですよ、今回は。こんばんは。お笑いでいきましょう。あの、私っていうか、もうね、こういうさ、萌えキュン、胸キュン、萌えキュン、どっちやっけ。胸キュン、キュンゼリフ、何やっけ。胸キュンやっけ。萌えキュンじゃないな、胸キュンか。胸キュンやっけ。頑張ってくださいじゃないね。ちょっと一緒に考えてよ。胸キュン？萌えじゃないか。胸？せ、なんかさ、ツイッターにはなんて書いてありましたっけ？ショールームのツイッターにはなんて書いてあったっけ？胸キュン？胸キュン？あの、楽しみにしてるねじゃないんですよ。今一緒に考えたいんです皆さんと。ちょっと私にはもうあのない、ちょっとそう、こういうのは縁がないので。キュンキュン系には縁がないので。メンバーは胸キュン何グラで上げてる。萌え？胸？ちょっと漢字読めんわ私。
んか皆さんがクリスマス言われてキュンとする、言葉をセリフを面白い方でもいいですし、ちょねえほんまみんなさ応援してくれるけど、あの言ってほしい言葉全然あのコメントしてくれない何のための配信やって、前髪やばい、イルミネーションと私どっちが好き、誰か載せてなかったっけそれ、誰か載せてなかったっけそれ、イルミネーションと私どっちが好き、こんばんは、なんか面白い方がいいな、でもなん、クリスマスといえば何ですか、サンタ、サンタ、ツリー、ケーキ、プレゼント、きっと君は来ないトナカイ、なんか皆さんが言ってほしいセリフは何ですか、彼女、彼氏に、好きな人に、クリスマス言ってほしい、面白いのってむず、募集中にした方がいいか考え中やとあれですよね、好きだにゃん、クリスマス関係ない、クリスマス、なんやろ、これみんなどうやって考えてるんですか？ないか、でも私に言ってほしいクリスマス胸キュンセリフとかキャラじゃないもんな、ないですよね、ネタ、ネタ系、いや私はでも胸キュンじゃないな多分、なんか面白変、なんか小島とかさ、雪だるま作ろうとか やってたじゃないですか、やってたんですよ、そうそう
そっち系、そっち系やなみたいな私胸キュンはな違うから。これってさ、もうメンバーがさ載せてるさ言葉と一緒のって、一緒のやったら多分カウントっていうかされないから。伸びかけの髪の毛ってなんか形定まらんくってずっと触っちゃう。お風呂のドア壊したからということね。プレゼントはお風呂のドア。え、クリスマスプレゼントにこの前割れたお風呂のドアアクリル板1枚くれるん、ありがとう、これで一緒にお風呂入れるねってこれで行く違うか。ちゃんとほら胸キュンも入ってるやん、一緒にお風呂入ろうっていう。胸キュンかどうかは分からんけど一緒にお風呂入ろうが。初見の方がいいんじゃない笑ってありがとうございますでもさ、ドア壊れてても別にお風呂は一緒に入れるよな。安心して一緒にお風呂入れるねの方がいいか。え、クリスマスプレゼントにこの前こうなんて言った、ちょっとほらあのさ簡潔に言いたいやん、なんかあの分かりやすく。この前壊れたお風呂のドア、あと何があるかな。なんか一言で一言で終わる感じのないですかね。一言一言だからもう本当にさ、プレゼントは私だよみたいな感じなのは定番じゃないですか。まあ絶対誰かメンバーねやってそうなんですけど、お風呂って見たら外が寒いから入って温まりたいと連想した。うん、お風呂のドアただで直しに来てくれたら付き合ってあげてもいいよ。
プレゼント、ベニマドンナとしおりま、何しおりマドンナって、ベニマドンナとしおりやったらもうそれはもうベニマドンナやろプレゼント、私とベニマドンナやったら皆さんどっちがいいですか？私はベニマドンナがいいですこんばんは、こんばんは、こんばんは紅マドンナの方が美味しいよこんばんは。方言、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 落ちとった、そこに。ちょっと待って、今さ、コメントで寒いから2人でぬくぬくしようねっていうねコメントが今見えたんですよ。寒いから2人でぬくぬくしようねって、あのぬくぬくがぬるぬるにぬるぬるに見えて二度見してもった。寒いから一緒にぬるぬるしようねはもうやばいな。寒いから一緒にぬるぬるしようねやばない、めっちゃおもろいもうあの脳みそがね、もうそっちに行っちゃうんですよ。本当でも今回確かにこれでね、もしこれ使うならね、危ないですね。寒いから一緒にぬるぬるしようって。でも今回は動画なので、そう動画でそのセリフを言っとるのを、そうセリフ言いよるんを撮って載せるという感じなので、もうみんなぬるぬるに反応しすぎもう似た者同士違うか、ごめん、一緒にして、なんだもうそんなんはいいんです。ぬるぬるは私が言い出したんですけどすぐこういうこと言うから。私コメントした方ごめんなさいって謝らないでください。私の方がごめんなさい私の方がごめんなさい。お風呂でぬるぬるしようでええやろ、もうこらこらって言うともおかしいお風呂で、まあでもね、掃除しててもね、洗剤でぬるぬるすることはありますから、うん、掃除のことおはよう、昨日は楽しかったね、意味深。これにしよっかな。おはよう、昨日は楽しかったね。ねえ、だってクリスマスデートですよね、楽しかったねって。
それを次の日になっても昨日楽しかったねって一緒に思い出せる、思い出しとるってことやな、うん、おはよう、昨日は楽しかったね。ぬるぬるが頭から離れません。いいと思います。ちょっと寝不足も足してもうあかん。やめて、みんな服から今もうカメラに拭いちゃうから、飲んでるもの。クリスマスイブの設定やっけ。なんでもクリスマスでもイブでも多分今来た人びっくりですよね。ぬる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 みんな言ってて、もう考えましょう。何やっけ、何やっけって、何やっけ。ぬくいって方言？そうですね、あったかい、あったかいのことをぬくいっていうのは多分方言だと思います。ぬくい、このココアぬくい、電気カーペットぬくいって言います。イブか、イブの設定か、うん、嘘、ぬくいって方言じゃないの？方言かと思ってた。サンタさん、なんでそんなにぬるぬるなの？冷たいのこと、冷やこいとか言う。あー、え、いや、冷や、あ、でもな、え、なんて言ってたっけな、冷たいのこと。本当私記憶が、もうねえみんな、もうぬるぬる、まだぬるぬる言ってんの？もうほんまに、え、ぬくいって関西弁なんや。そうなんや、愛媛でも使ってたわ。やっぱ似てるんですね。あ、そうなんや、普通に使ってた。ぬくい知らないね、知らない人も多分いる。そうね、四国でも言うね。何しよう、一応ね、小島のね、あの雪だるま作ろうに続けてドアを開けてはね撮ったんですけど、ドアを開けてってつなげて載せようかなと思ったけど、最終手段ね。一
応でもほらね、ちゃんと考えな。キュン。アドバイスしたいけど何も出てこない。マジ？いや、あ、今までのお題の中で一番むずいですよ、多分これ。そんなことないか。めっちゃ前髪気になる。むずいよな。これ一番むずいよな、マジで。俳句も難しかったな、でも俳句はあのセンスのいい方のおかげでそうできたんですけど、いやね、こういうね、萌えキュン胸キュンセリフはアイドルの、そう、労働をね、やらなきゃいけないことの、やらなきゃいけないことの一つなんですけど、まああんまりね、得意じゃない人も多いよね。皆さん、もっともっと言ってほしい言葉。しおりちゃんがお兄ちゃんって言ったら燃える。あ、でもしおり言ったことない。お兄ちゃんなんか言ったことあるけど、なんて言うの、そういう、いたことないからさ、お兄ちゃん、お兄ちゃん、お兄ちゃん、場面設定。今年のクリスマスプレゼントは何くれるの？なるべくセクシーに。しおりのケツが好き、ありがとう。ぜひあのガールズペディアさんで勝利のケツは見れるので、あの、はい、たくさんゲットしてください、お願いします。発売中です、ガールズペディアさん、ガールズペディアっていうね、はい、雑誌があるので。一緒にサンタのコスプレしようとかは、どんな、いいですね、どんな夜が待ってるんですかね、そんな。一緒にサンタのコスプレしよう。しおりおじさんっぽいのが欲しいな。そうやな、そうやなって、おじさんっぽいの、胸キュン、画面暗くなった。
一緒にサンタのコスプレ、おじさん風、やば、え、めっちゃ、一緒にサンタとコスプレしよう、何気にいいかも、マジ？で本当に前髪が伸びてきていて、永遠に触ってる、うん、なんかえしか時から言ってない。動画の締め切りは今日までなので、そう、どこかに行くとかもね、ちょっと、あと私撮ってくれる人がいないので撮ってくれる人がいないんで、ちょっとね、そうそうそう、難しいですよ、難しいですよ、イブやもんな、ほんでイブでしたよね、イブ、これイブって書いた方がいいかな、イブ、インスピレーションって何？ジョニシレイちゃんがサンタ、黒サンタコス着てショールーム配信しとるけん、ちょっと一緒に見ようや今から
どうですか。なあなあ、今さ、上西玲ちゃんが黒サンタコス着て網タイツで胸元チラリで、あのショールーム配信しとるけんさ、ちょっと勝利のスマホで一緒に見ない？これ来ました来てないか、ごめん。胸元チラリはちょっとあかんわ。上西玲ちゃんが黒サンタコスでショールーム配信しとるけん、勝利のスマホで今から一緒に見ん？本当にしてるかと思った。いや、上西玲ちゃんにはそうですね、サンタコスするなら、まあ今の時代サンタコスプレはね、いろんな色がやっぱありますから、何色が似合うかな。あの人でもね、薄ピンク似合うよね。薄ピンク、薄ピンクもいいな。ピンクでも、ピンクよりかは黒、黒、黒いいな。黒もね、あんま大人っぽくね、なるよね、多分ね。お仕事行ってきます。行ってらっしゃい。ありがとうございます。一緒に考えてくださって頑張って。そっか、今からお仕事の人もいますよね。頑張って。ウィンクの公演見に行ってから可愛すぎて気になってます。押してください押してください。上西さんのこれはどうなんでしょうか。私らしい、そう、あんまさ、ほら、あんまさ、私ちょっとマジ胸キュンキャラじゃないから、ちょっとあんまちょっとそう、ちょっとねメンバーも結構さ、でもね、メンバーのあの恥ずかしながら、恥ずかしがりながらやってるあの感じがいいですよね。みんなそれぞれさ、ユーミンさんがあの外に飾ってある大きいツリー指さして、これ買ってみたいに言ってんの、あれも良かったいくらするんでしょうね、外に、外とかに飾ってあるツリーって。ね、みんなのあの慣れてない感じ。でもあのシンシンの、皆さん見ました？シンシンの胸キュンのやつ、チューしてましたよ。もう唇のね、くっきりそう分かるぐらい唇が、上西玲ちゃんがグラビア、グラビアじゃないもうグラビアすぎて、上西玲ちゃんが黒サンタコス着てショールーム配信しよるけん、今から勝利のスマホで一緒に見ん？アホ毛やば。
ヌルヌルしかないやろ。ヌルヌルのやつなんて言ってたっけ。今年のプレゼントはじゃあ私のまつげ一本来年は髪の毛一本あげるね怖っ。ディアゴスティーニやん。何ディアゴスティーニって。私の人生半分あげるからあなたの人生半分ちょうだい。どういうこと？私の人生半分あげるからあなたの人生半分ちょうだい。どういうこと？本当私バカなんです、ごめんなさい。なんか音聞こえる。歌ってんのかな、隣の人がお風呂で。なんかね、音が聞こえた。多分人ディアゴスティーニは毎月一つパーツずつ着て全部揃うと完成するやつだと思う。怖っ。クリーム鼻についちゃったね。とってクリーム買ってこないとダメですね。マヨネーズでもつけとこうかな。ああ、ハンドクリームつけたらいいか。ボディクリームつけたらいいんか。なるほどね。クリームつけたらいいんか。鼻にメモしとくな。鼻にクリームをつ
けて撮ってっていう。普通にメリクリが一番燃えるわ。メリクリ。え、でもさ、皆さん普段言います？メリ友達なんか言うか、メリクリって言う？言うか、あんま言わんからさ私、メリクリって人に。私さ、外の何周りの音とかめっちゃ気になっちゃう人なんですよ。夜とかもさ、冷蔵庫の音とかで寝れんしさ、そう音がしたら寝れない人なんですよ。マジでなんか音めっちゃ気にしちゃうんですよね。だからずっとあの隣の人のから聞こえてくる音を感じてました今。目と耳で。私これどのくらい考えてるんですか？結構時間経ってますよね。どのくらい時間？1時間経つ。何かでもちょっと選んで載せますね、今日までなんで。ありがとうございました、皆さん一緒に考えてくださって。パワーワード、今日のパワーワード、ぬるぬる。13位、本コンソン、あ、ちょ変わっちゃった。13位、本コンソンチャジャンさん。12位、ダイルさん。11位がエイニアンさん。10位がタカシさん、9位がキャラさん。8位がリョウカさん。7位がエフさん。6位がカンちゃんさん。5位がアオイさん。4位がカズオさん。3位がウッカリタンさん。2位がミッシュさん。1位がアキブさんです。ありがとうございます。ありがとうございました。どれが動画になるかはお楽しみということで、はい。やば、タイムリミットまであと2時間やで。ギリギリやな。やっぱギリギリで生きてるんで、やっぱいつも、はい。そうそうそう。ありがとうございました皆さん。お忙しい中。
ません本当長い時間、はい、ありがとうございました。では良い夜をお過ごしください。ありがとう、お疲れ一日、バイバイ。